天皇陛下御在位30年記念式典が開催された国立劇場天皇陛下御在位30年記念式典は平成31年2月24日に日本の第125代天皇の上皇、秋人の在位30年を記念して開催された式典である。日本の第125代天皇の上皇、秋人が 昭和64年に1月7日に即位してから30年が経過したことから在位30年を祝うための式典が挙行されることになった。平成30年4月3日の第4次安倍内閣の閣議決定に基づき内閣の行う行事として国立劇場において行うことが決定した。平成31年2月24日14時から東京都千代田区の国立劇場にて 天皇、秋人、皇后道子森林の上で式典が開催され、三権のながら各界の代表者が出席した。主催者である内閣を代表し、天皇陛下のご退位及び皇太子殿下のご即位に伴う、式典委員長として、内閣総理大臣の安倍晋三が式辞を述べた。また、三権の長である衆議院議長の大島忠盛、参議院議長の伊達忠和、 最高裁判所長官の大谷直と中日外国大使を代表して、在本邦外公団団長さんまりの共和国特命全権大使の万里をかでろが祝辞を述べた。また、菅義偉内閣官房長官が開式の辞及び閉式の辞を担当した。式典では内堀正夫福島県知事、川口淳子が国民代表の辞を述べた。なお、 波の栗子が女お及びを歌を朗読した。また、三浦大地が記念演奏、天皇明人、作曲、皇后、道子を行い、鮫島由美子が記念演奏を行った。式典では天皇がお言葉を述べ、皇室史上では202年ぶりの上位を目前に控えて、自身の知性となった平成時代が近現代において、 初めて戦争を経験しない時代となった一方で、世界は気候変動の周期に入り、日本も多くの自然災害に襲われ、少子高齢化による人口構造の変化から、過去に経験のない多くの社会現象により予想せぬ、困難にも直面した時代でもあったことに触れ、島国として比較的恵まれた形で、独自の文化を育ててきた日本は、グローバル化する世界の中で、 さらに海外に向かって開かれ、その中で英知を持って自国の立場を確立し、誠意をもって他国との関係を構築していくことが求められているのではないかとの思いを示した。またとりわけ上位を意識して自身の後を継いでいく者たちに対して象徴のあるべき姿を求め、先立つこの時代の象徴像を補い続けることを願うことにも触れ、 これまで自身が果たすべき務めを果たしてこられたのは、誇りと喜びを持つことのできる日本人の存在と、過去から今に至る長い年月に作り上げてきた自国の持つ民度のおかげであったとも述べた。ありがとうございます。